トラウトマン和平交渉とは、1937年11月から1938年1月16日までの期間にドイツの仲介で行われた日本と中華民国国民政府間の和平交渉である。当時のオスカートラウトマン中華なドイツ大使の名を取って、こう呼称される。和平交渉の期間は、日中戦争時の上海陥落直前から南京、陥落1ヶ月後の間にあたる。 実際には7月に起こった露光橋事件直後より和平の道は探られていたが、具体的な和平交渉が始まったのは11月初旬である。この絵踏み丸内閣当時、ドイツは中国に軍事顧問を派遣するなど友好関係を築いていた。故に中国権益の保護には大きな関心を抱いており、また日本の目が中国に向かって、 北方のソビート連邦から逸れるのは望まざるところであったので和平工作の仲介に乗り行きであった。露行橋事件以降、緊迫した状態の中で第二次上海事変が勃発した。その中で日本は船津和平工作を踏襲した和平工作を行おうとした。同時期の政府の四章は首相のこの江文茂、外相の広田幸喜、陸将の杉山本、 解消の世内三政であり、和平工作打ち切りの当事者である。本和平工作の特徴として、陸軍の参謀本部のトップである、参謀次長、ただし中将以下が終始停戦、交渉、和平を強く主張し、政府と海軍及び陸軍将らがそれを阻止し和平を打ち切るという、戦後の一般的なイメージとは逆の構造となっている。つまり、日中戦争は、 満州事変での関東軍の暴走とは異なり、政府と海軍が後押ししており、必ずしも陸軍単体の下国上や暴走ではなかったと言える。事変の収集に関する日本政府の基本的立場は、あくまで日中間の問題として解決し、第三国の圧線や干渉を排除するというものであった。しかし、9月に入り、長期戦の様相となると、 軍事目的の達成に応じて、第三国の好意的圧戦を活用する和平も視野に入ってくる。まず名乗りを上げたのは、イギリスであった。9月中旬、新着任のロバート・クレイギー駐日大使が仲介の可能性について、広田外相に打診を行い、広田は具体的な和平条件を提示している。それは、下北の非武装地帯の設定、日取締りと、 防共協力を条件に、河北政権の解消と、国民政府の行政容認満州国の不問などであった。これらの条件は、小解析に伝えられたが、国際的な圧力や制裁を期待する省は、受諾に否定的であった。この時、国際連盟では、中国政府の提訴を受け9月中旬から、日中紛争を審議中であった。選挙区が激しくなる中、 日本は1937年10月1日に、シナ事変対処要項を4章決定し、停戦条件と国交調整方針を策定した。10月下旬、9カ国条約関係国会議の対日調整状が届くと、日本は不参加を決定したが、同時に軍事行動の目的がほぼ達成された時期には、第三国の公正な和平圧線を受理する方針を外務省、 陸軍省、海軍省との間で賛成決定した。陸軍参謀本部に所属していた石原幹事少将の第一部長離理転出直前、第二部のマナギヨ信中佐が今度シナの大使に着任したトラウトマンはベルリンで補佐官をしていた時代の友人であると言ったので石原はそれは願ってもない。すぐシナに行ってトラウトマンと会い、 日氏は平工作の手がかりを作ってくれと、マナギを上海に行かせた。この後、石原は第一部長を離任、満州国の関東軍へ転出した。日本政府と軍部の首脳は、早急に戦争を終えたいとの気持ちから、第三国の公正な圧戦の申し出があった場合は、船津は平工作案の範囲内で受諾するとの方針を外務省と陸海軍三者間で決め、 広田後期外相より10月27日、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアに対して、日首交渉のための第三国の好意的圧戦を受諾する用意のあることを伝えた。10月30日、トラウトマンは国民政府外交部次長陳助を訪問し、ドイツはコミュニケーションのチャンネルとして奉仕する用意があることを伝えた。陳助は、小介析減衰が、 日本の条件は何であるかを知りたがっていると述べた。トラウトマンは現時点でまだ日本の条件をはっきり掴んでいないため、私が数日中に元水と会談することを望んでいると答えることに止まった。だが、国民政府に次の2点を伝えるように進めた。すなわち、我々が日本へのコミュニケーションのチャンネルとして奉仕する、意思を持っていること、そして私が日本政府に対し、 まず、中国が和解の用意があるとだけ伝える権限を与えられていることであった。何故に、蒋介石が講和を受け入れようとしたのだろうか。実は、マナギとオットーが上海に到着した頃、10月25日、国民政府国防会議が、停戦問題を議題に秘密会議を開催している。11月3日、クレギニー・イギリス大使より、 堀内次官のところへ休暇国条約会議に関する重要な情報がもたらされた。それは会議に臨む諸国の基本姿勢を伝えたものである。大使は本国政府に対し、ブリュッセル会議においては胸の意見を上申したのである。しかも、右へ剣派当地にて米仏、シロ白三国大使にもこれをないだく、下るに何でも賛成し三国大使より、 夫本国政府へ上申せる次第に、ステ部府会議に対し相当効果あるものとしコースとも言っている。すなわち、イギリス側は集団力による対日制裁の方向を否定し、日本が力を入れている第三国仲介を通しての対中国直接交渉の方向に同調したのである。これは日本が推進しているトラウトマン工作に一気に拍車をかける結果となったのである。 第二次上海事件で、小解析は、ドイツ式の精鋭部隊をすべて失った。一方、広田は、いわゆる第一条件を提示した。そして同時に、広田は、戦争が継続される場合には、この条件ははるかに過重されるであろうと強調した。実は7月29日の閣議で承認されたもので、改戦前の事態収集案である。参謀本部は、この戦争を、 局地戦と考えていた。戦火による条件の改変を考えていなかったし、外交に属することは関与を避けた。ただこの時、参謀本部の情報部はかなり正確に国民革命軍の暗号を解読していたと見られ、国民党政府内部の状況についてよく把握していた。蒋介石が日本側の和平提案やブリュッセル会議へ関心を持ったため、 国府軍の全面退却はやや遅順しており、結果としての混乱を歓迎する面もあった。11月上旬に、広田から日本の和平条件7項目を、ディルクセン中日ドイツ大使が切除し、ベルリンのアドルフ・ヒトラーの了承を得て、トラウトマン大使が王朝、恵外交部長に日本の意向を伝えたが、王は、小介席の意見として、中国は、 国際連盟に提訴してあり、旧過国条約の関係国がブルッセルで会議中なので、その結果を見るまでは日本の条件を考えをすべきではないとの返事をした。11月2日に広田は第一条件をディルクセンに手渡し、11月3日にディルクセンはドイツ外務省に会談の模様を報告し、日本は確かに以上のような条件を基礎とした和平を、 希望している。もし、南京政府がこれらの条件を受け入れなければ、日本は中国の最後の崩壊まで無常にも戦争を続ける、決心である。私の意見では、これらの条件は極めて恩恵であり、南京がメンツを失わずに、これらの条件を受け入れることができよう。我々は現在、これらの条件を受諾するよう南京に圧力を加える、必要があると述べた。ドイツ外務省も、 日本側の示した条件は交渉開始の基礎として妥当なものと判断し、同日トラウトマン大使宛にこれを中国側に伝えるよう訓練した。11月5日に小解析は第一条件を入手した。上記の条件では満州国の正式承認は要求していない。11月6日、トラウトマンは交渉期実業部長だけが列席している場で、 小解析に日本側の意向を伝えた。小解析は現在これに応じられないと回答した。小解析は第一次案がトラウトマンより示された時にこう述べた。日本側が事変前の状態に復帰するのでない限り、どんな要求も受諾できない。もし自分がこの条件を受諾したら、我が政府は世論の大波に押し流されてしまうだろう。日本のやり方で我が政府が倒されれば、 共産主義政権が誕生するだろうが、その結果は日本にとって和平の機会の消滅である。共産主義者は決して降伏しないだろうからであると極秘に述べた。一部分の条件については討議し、有効なる了解を求めることもできるが、これらはすべて事変前の状態に回復することを前提としなければならないと強い口調で返答したのである。 小解石が事変前の状態回復を強く主張したのは彼自身の説明によればもし日本側の要求を受諾すれば中国政府は世論によって押しつぶされ中国に革命が起こるだろうという判断による中国は抵抗によって勝利を勝ち取る可能性はないが中国政府の崩壊は共産党が中国で優位を占めることすなわち 日本と中国の講和は永遠に不可能であるということになる。それでは中国側が有事変前の状態とは具体的にどういう内容だったのだろうか。石井局長の記録によれば、ディルクセン大使から次のような中国側の和平、解決条件がもたらされた。これを外観するとわかるように中国の最大の関心は、河北における中央の主権と日本の中平に開けする。 制限を実現することであった。紹介席は、開催中のブリュッセル会議において、何らかの形で、対日制裁が決議されるものと期待していたので、回答を留保した。上海陥落の前日の11月11日、紹介席は、首都南京で南京を放棄するか、死守するか、李宗人白、高敷、何王金、統制地、女英章。 ドイツの軍事顧問団団長のアレクサンダー・フォン、ファルケンハウゼンといった将軍らと前後策を図っていた。理想人は、私は南京防守に反対である。その理由は、戦術上、南京は他と隔絶しており、敵は味方から包囲可能で、しかも北面は長江によって退路が阻まれている。今、挫折敗北を起死した部隊を古城の防衛に配置しても、 長く守ることは望みがたいと述べた。ドイツ人顧問もこれに賛成し、無用の犠牲は生まぬよう、南京放棄を極力主張した。このように、南京放棄論が大勢を占めていたが、突如、統制地が南京死守を力説する。そこで、蒋介石は、我が血肉をもって南京城と政治を共にすると誓う統制地を南京防衛軍司令官に任命し、 南京支主を決定した。しかし、党は後に徹底抗戦を叫びながら降伏の手続きをせずに逃亡してしまう。だが日本はなお和平への望みを諦めず、ブリュッセル会議最終日の11月15日、広田はアメリカのグルー大使に日本軍の上海での作戦は順調だがこれ以上、シナ軍を追撃する必要はない。この時期に平和解決を図るのはシナ自身のためになり、 シナ政府が南京を放棄するのは非常に愚かなことだとを述べ、現在ならば日本の講和条件は温当なものであるのでアメリカが蒋介石に対し和平交渉に大勢を説得してほしいと希望し、もし品川に和平の意思はあるなら日本は代表者を上海に派遣しようとまで語った。蒋介石は大場ン陥落をもって敗北とみなす。 軍事顧問ファルケンハウゼンの進言を入れず、また英米などの干渉により、日本が国府軍の殲滅に乗り出さず、戦線を維持できると観測した。広田への回答はせず、引き延ばしを図った。首都南京からの撤退に、小解析が反対し、保守方針を定めた。11月20日の重慶への戦闘宣言で、小解析は、 六甲橋事件発生以来、日本の侵略は止まることを知らず、各地の少子は振るって国難に赴き、シストも知りかず、日本はさらに防衛を振るい、我が首都に迫る、およそ決起あるものでが前より玉砕を発せざるものはない、と述べ、戦争に固執した。改装した国府軍への日本軍の網は閉まりつつあった。国民党政府要人誰もが11月中旬には、 破滅的な事態となりつつあることを認識し始めた。11月28日から紹介席は、第1条件受諾の根回しを開始した。12月2日午後4時の南京にて、紹介席は、女英省、東西地、白高敷、古宿道、仙台氏らを招集し、日本側の条件についての意見を求めた。和平条件に、下北の 全行政権は、南京政府に委ねるが記載されているため、白、高敷は、こんな条件ならなぜ戦争するのか、女衛省は、これだけの条件なら、承認してよいと述べた。古式道は、受諾に賛成。最後に、当政地が、皆が賛成なら、賛成でいいと言ったという。最後に、小介石は、ドイツの朝廷は拒否すべきでない、河北の政権は、 保持しなければならないと言明した。12月2日、小解析は第一条件を交渉の基礎として受け入れることをトラウトマンに伝達した。しかしこの段階でも小解析の対日不信は根強く、日本に対してはあえて信用できない。日本は条約を平気で訳し、話も当てにならないと不信をあらわにしつつ、河北の行政主権はどこまでも維持されねばならぬ。 この範囲においてならば、これら条件を断判の基礎とすることができる。ただし、日本が戦勝国の態度をもって望み、この条件を最後通帳としてはならないなどとした。しかしながら、中国側が返答を保留している間に、日本は上海を攻略しついで南京を攻略した。12月13日に日本軍が南京陥落。日本国内では強行論が強まった。 日本政府は、講和条件を賠償を含む厳しい条件にした。12月21日の閣議で新条件を決定した。東和局長の石井太郎は発言権のない立場にも、かかわらず、思わず、核のごとく条件が過重されるのでは、中国側は到底和平に応じないであろうと、発言したが無視された。絶望した石井は、当日の日記に、こうなれば安分などどうでもよし。 日本は行くところまで行って、行き詰まらねば、ダメと見切りをつけると記している。以上の多項等説明として、歳目を次のように付加した吹き広田は、回答期限を1月5日として、12月22日に、これをディルク戦に提出した。日本政府は、南京攻略後の12月下旬に、満州国の承認と賠償等の条件を過重した、第二次和平案を国民政府に伝えた。 蒋介石は、第二次和平安には態度を降下させ、交渉を打ち切り押し屋に入れながら、詳細を日本側に問い合わせたため、第一次、この内閣は、宣言策であると判断して、交渉を打ち切ることを決定した。過重の理由は、第二次上海事変は、中国軍による上海の日本海軍に対する奇襲攻撃をもって始まり、上海戦における日本側犠牲者は、 日露戦争の旅順攻撃における犠牲者に匹敵するものであったからと言われている。ただ春秋城死が中東軍司令官、参謀本部次長でも日中和兵を唱えていた。小解析は日本側の条件は我が国を征服して滅亡させるためのものだ。屈服して滅びるよりは戦って敗れて滅びた方が良い。断固として拒絶せよと述べた。 日本では1月11日には参謀本部の要請によって日露戦争以来の午前会議が開かれる。参謀本部は午前会議開催について戦勝国が敗戦国に対し過酷な条件を強要することを今しめる意味があると説明した。参謀本部は最後まで交渉による和平を主張するが1月15日に政府は最終的に交渉の打ち切りを決定した。 この時、広田が私の長い間の外交官生活の経験から見て、中国側の態度は和平解決の誠意のないことは明らかであると信じます。参謀次長は外務大臣を信用することができませんかと発言。米内はこれに同調し、政府は外務大臣を信頼しております。東水部が外務大臣を信用しないということは政府不信任である。それでは、 政府は辞職せざるを得ないと発言。これに対し、ただ参謀次長は、明治天皇は、勝って辞職なしとおせられた。この国家重大の時期に、政府が辞職するなど何事でありますかと応酬したと、され、最終的にただが、内閣総辞職の政府側の圧力に屈した形になった。しかし、なお、参謀本部は諦めず最後の賭けとして、 昭和天皇への上奏により政府決定の再考を得ようとした。しかし、先に上奏したこの絵によって、参謀本部の試みは阻まれた。このような打ち切りに際しては、小政権との和平交渉継続を強く主張し、第一次、この衛生名の発表を断固阻止しようと食い下がる。ただ参謀次長に対し、与内会長が大本営政府連絡会議で、内閣総辞職になるぞ。 と同活して黙らせたことが知られる。翌16日、このえ内閣は、帝国政府は、自国国民政府を対使とせず、真に提携するに足りる新興品政権に期待し、これと国交を調整して構成品の建設に、協力戦とすと声明を発した。同時に日本は、ドイツ側に、和平交渉への謝意と共に打ち切りを伝え、ここに交渉は終了した。 太平洋戦争後、文官である、広田皇旗は、日中戦争を開始、拡大させた責任を問われ、極東国際軍事裁判において、公主刑に処された。トラウトマン和平工作は、太平洋戦争へ至る重大な政策の過程であったにもかかわらず、日本近代史ではあまり取り扱われない事柄である。これ以降、中国側の飲めない過酷な条件により、和平ができず、 1938年1月のこの異 m 命で2年間半近く日中関係は最悪の状態になった。しかし、1940年に行われた霧工作では条件を緩和させ、小海石、板垣聖志郎、王朝明の三者が参加する大物会談に発展する和平工作になった。しかし霧工作の条件である北への日本軍の中は、 小介石が断固として反対し、交渉中に成立した第二次、この絵内閣で陸将に就任した、東条秀樹も日本陸軍の中国からの無条件撤退に断固として反対した。1937年1938年、当時の参謀総長は、皇族の元帥、官員の都と日と新郎大将であり、参謀本部の長としての事実上の実権は、 参謀寺長であるタダが握っている。戸辺良一著『ピースフィーラーシなじ編和平工作の群像67から71ページ、リュースグル、日中戦争下の外交より、紀藤防自実政府があった場所、大杉和夫、日中15年戦争しなぜ戦争は長期化したか、中央公論者、中高新書、1996年、ありがとうございます。